こんにちは、アイです。今日はスウェーデンやフィンランドの住環境というお話です。私は今回9日間スウェーデンとフィンランドに旅行に行ってきたんですが、その9日間で感じたこと、今日は住環境についてちょっとお話をしたいなと思います。今回スウェーデンの、ストックホルムというところからちょっと南の方にちょっと電車で行って、結構なんていうか、スウェーデンの中でも都市じゃない田舎の方の街並みっていうのも見ました。で、そこの町の中にある、リンドグレンというスウェーデンを代表する作家さんの、生まれて育った家とかにも行ってきたんですが、その周りに、ある住宅とかのあたりをいろいろ歩いてて思ったんですが、家に車が2台とか普通にこう止まってたんですけど、そこにもういろんな家に、キャンピングカーが、止まってて、で道を車が走ってる時も普通の自家用車みたいな普通の車の後ろにキャンピングカーを後ろに くっつけて引っ張って走ってるような、そういう車もありました。で、なんかこう今回は5月の終わりから6月の頭にかけての旅行だったので、一応初夏っていう夏の始まりみたいな感じのところの季節にはなると思うんですが、やはりこう夏を楽しむためにそういうキャンピングカーとかが普段家にあって、でお休みの時とか夏休みとかにそういう自然の中に行ってそういうとこで過ごすのかなって思いました。なんか夏を楽しんでるっていうようなそんな感じが今回しました。ただ、夏はもう日差しとかも結構強くて日照時間も長かったりするので、いっぱい楽しめると思うんですが、今度は逆に冬になると日の入りとかが早く日の出も遅くて、多分こう昼間の時間が短くなって全く夏とは違うなんか景色が見えるんじゃないかなと思います。で、洋服の話をした時に皆さん本当にシンプルな装いで黒いちょっとスリムめのパンツ類に本当白とか黒とかのシンプルな組み合わせを、それシンプルだけど素敵な組み合わせをしてるっていう風なお話をしたんですが、今度住環境というかインテリアとかを見るとストックホルムのデパートやフィンランドヘルシンキのデパートの中とかをちょっとうろうろしてみるとシンプルだけど柄がちょっとなんかインパクトがあるっていうか、あと色もちょっと主張するような感じの色が多いかなとも思いました。あとマリメッコに行った時に思ったのが、よくマリメッコで見る赤い色だったり、今回は黄色い色のお花のモチーフもディスプレイとかで使われていたり、
あとピンクベージュ、鮮やかな青といった、そういう綺麗で鮮やかな色の色彩の、なんか布というのも普通にあったりするんだなと思うと、なんかこういう色はもしかしたら冬、寒い冬を乗り切るためにあるのかなとも思いました。なんかちょっとうまく言えないんですけど、冬あまりこう日が外の窓から見える景色があまり暗くないと、明るくない時に部屋の中を明るくすることで、こう気持ちをがこう穏やかになるっていうか、どうしてもやっぱり暗いと外のこう天気とかも雨の日とかあんまり気持ちもちょっと明るくならないみたいなことがあると思うので、ね、そういうために明るいインテリアの色だったり、ちょっとこう柄だったりというのを使うのかなと勝手にちょっと思ってみました。でも今回はその実際の一般的な家庭の中とかのインテリアを見たことが見たわけではないので、実際の様子がどんな感じだったかはちょっとわからないんですけれども、なんかそういう感じなのかなっていうちょっと勝手な想像を思いました。ただなんか居心地の良さっていうのは本当にシンプルな色を使ってたり、基本っていうかベースが落ち着く白やそのグレーとか淡いグレー、ベージュとグレーの間ぐらいの色だったり、ホテルの中の内装とかに使われてる飾りも本当合理的で、必要なものをシンプルな形で置いてて、それ以上のものを装飾がないという私がちょっと大好きなスタイルだったりしたので、本当にこの辺の住環境っていうのは私もいいなって思いました。今度また夏ではない季節に行った時に、なんかそこの街の中の空気感がどんな感じなのかなって見てみたい感じもしますが、もう夏でもかなり寒かったので、もし今度春とかな秋とか、多分真冬に行くには私はちょっと寒さに耐えられないかもなんですが、もし行く時はしっかり寒さ対策をしていきたいなと思います。ということで今日はスウェーデンやフィンランドの住環境についてというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。